はい、今回紹介させていただきますサビキカゴの、まあ、小中とあるんですけれども、まあ、どのカゴがどの浮きに適合するのかっていうところをちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思います。でこちらのサビキカゴ小の方になるんですけれども、こちらあのこちらにちょっと簡単に書いてるかと思うんですけども、プラカゴに対して適合浮きが8号というふうに、表示の方されております。で、こちらの場合、適合浮きが8号になりますんで、そちらにあります、8号の浮きが、ちょうどあの浮きとカゴの、まあ、浮力がちょうどいいといったところで、まあ、よくあのどの浮きにどのカゴにでもですけど適合浮きの方が書かれておりますので、こういったところを参考にしていただければなと思います。でこちらが、まあ、中サイズになるんですけども、中サイズになるとやはりあのカゴのサイズも大きくなり、鉛の方も大きくなりますので、こちらの場合適合浮きが10号というふうに表示されます。で、まあ、10号の浮きですと、まあ、先ほどの浮きより少しちょっと大きくなりますので、まあ、こういったところもちょっと注目して今後購入していただければあのいいかなというふうに思います。でカゴもいろんなたくさんの種類があると思いますんで、まあ、中が10号、小が8号という、まあ、だけではなくて、ちょっと何度もあの購入される際はきちんとちょっと確認していただいて、浮きとどの浮きが合うのかも確認していただいて購入されるのが一番いいかなというふうに思います。